とろっとろ。こんにちは、ゴンタスキッチン、ゴンタです。 Welcome back to ゴンタスキッチン。にゃい。はい、だいぶね、寒くなってまいりました。今日はね、鶏肉が残ってたんで、これでね、マカロニグラタン作っていきますよ。マカロニグラタンっていうとね、ベシャメルソース、ホワイトソースね、あれが結構どうやって作るのかなーっていうところでちょっとね、躊躇しちゃいがちなんだけど、前もね、あの牡蠣のグラタンを作ってる時にもやったんだけどね、めちゃくちゃ簡単で、いつでもね、パッと作れるんで、しかも失敗しません。いつでも誰でも簡単に作れるマカロニグラタンやってみたいと思います。それじゃ早速やってみよう。 Let's get started。 使うのはね、鶏のもも肉、先にちょっと塩振っておきました。少しね、余計な水分を出して臭みを取っておきます。あと特別に買うのはね、マッシュルーム、このぐらいかな。マッシュルームなくてもいいんだけどね、あるとね、非常にコクが出て美味しいです。キノコ類は本当にマッシュルームじゃなくてもね、しめじとかね、そういうのでも本当にコクが出てね、美味しいんで、あればね、使った方がいいです。俺はね、マッシュルームが好きなんで、まあマッシュルーム買ってきました。あとはね、玉ねぎとかチーズとか、あとは小麦粉か、これでやっちゃいますんで、とっても簡単にできちゃいます。先にマッシュルーム切るか。ある程度の厚さ、5ミリぐらい、食感は求めてないんで1ミリぐらい、結構薄く切っちゃう。よし、どんどん行こう。あっという間にできるからね。これは軽く掃除する。肉はね、そんなに神経質になる必要はないです。で、軽くね、水分を取ってあげる。汗かいた分とね、余計なドリップはいらない。皮がね、嫌いな人は皮を取ってください。今回はね、皮も一緒に使っていきます。まあ適当に味付けの塩を振っておきます。旨味を引き出すんで、油も何も引かずそのまま置く。火もつけてない状態、鶏から出てくる油でね、十分なんで、弱火で 7、8 分焼いていきましょう。よし、マカロニ行こう。マカロニ、早湯で3分ペンネ、 80g ぐらい、ちょっと半分使っちゃったんでね、この間。よいしょ。マカロニとかチキンライスとかに入っている鶏って、ちゃんとね、焼かないとね、鶏の臭みがすごく感じやすいと思うんだよね、俺はいつも。しっかりね、ここで弱火で焼いて、余計な水分をね、出して、旨味だけをね、閉じ込めるような焼き方をするんだよね。弱火で旨味がね、一番出る。よし、マカロニ、これはね、3分茹でです。くっついちゃうんで、ちょこっとだけオリーブオイルをかけて、そうするとくっつかない。鶏肉が焼けてきました。繰り返していきましょう。弱火で焦らず、しっかりね、焦げ目がつくように焼く。これが大切。美味しさがね、これでぐーっと変わる。はい、音がね、焚き火のようなね、パチパチ音に変わってきました。一回鶏肉は引き上げます。鶏の旨味がついたね、このフライパンを使っていきます。バター、塩一つまみ、火は中火ぐらい。あー、マッシュルームのいい香り。あー、いい感じだね、いい感じ。これをね、ベシャメルにしていくわけですよ。大さじ2ぐらい、これをまずね、全体的にね、あんまりいっぱい入れすぎるとね、最終的にボソッとしちゃうんだよね、俺いつも思うんだけど。そこへ牛乳150ぐらい、旨味をこそぎ落とすように。これもうね、お肉も混ぜちゃいましょう。これだとね、まだ全然足りないです。こんなもんかな、500ぐらいか。まだね、サラッサラです。サラッサラなんだけど、沸騰してくるとね、とろーっとしてきますから、ほら、だいぶとろみがついてきた。ここでね、こうやって軽くね、泡がプクプク言ってくるまで沸騰させてください。なんでかっていうとね、こうすることによって粉っぽさがちょっとなくなる、全部混じり合うっていうかね。はい、こんなもんでいいでしょう。ちょっと味見してみよう。うん、旨味が凝縮されてる。塩と胡椒でここで味を整えます。小さじ2分の1ぐらいかな。一粒だけコンソメ入れる。めちゃくちゃ美味しそう。このぐらいがちょうどいい。これさっきのマカロニ、うん、美味しい。これすごいいい香りだな。かなりいっぱい入りました。3人前ぐらいあるね。上にパン粉をちょっとかけよう。
サクサク感を。基本ね、これで火はもう通ってるんで、あとはね、焼き色をつけるだけ。おお、すごいな。上がね、焦げてきたらこれでこう、ガードしますんで。やばい、これかなり焦げ目がつくのが早いな。中はこんな感じ、とろっとろ。じゃあ早速いただいてみましょう。お、うん、うん、はめちゃくちゃうまい。すごいおいしい。ははは、は鶏肉もしっかりおいしい。あっ、とろっとろのマカロニ、うん、これもうめちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃうまい。マッシュルームを入れると違うね。基本この玉ねぎの旨味を引き出すことと鶏肉のね、旨味を引き出すことがすごい大切だからね。あとはもう好きなもの入れればいいと思う。これは美味しいよ。すごい美味しい。あ、体温まる。体めっちゃ温まる。いやー、マカロニサラダぜひ作って。マカロニサラダじゃねえ、マカロニグラタン、これが一番美味しい。